米大リーグロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平投手は7日日本時間8日本拠地アナハイムでのブルージェイズ戦に3番 DH で先発出場待ちに待った二刀流のホームゲームにスタンドは熱狂試合前の選手紹介では誰よりも大歓声が上がり人気と期待の高さを証明した選手やスタッフが三塁線に一列に並んだ試合前のセレモニー マイク・トラウト外野手がコールされると大きな声が上がったが直後に大谷が登場割れんばかりの歓声でエンゼル・スタジアムが揺れた一方で水原一平通訳が紹介された際もスタッフとは思えないほど歓声が上がったこの試合の大谷は5回にライト前ヒット8回に右翼フェンス直撃の二塁打を放ち4打数2安打だった大谷の今季打者成績は打率3割2分 日2本塁打6打点 OPS 1 1 0 4となっているチームは3対4で逆転負けしたブルージェイズの先発投手は昨季メッツで15勝を挙げたクリス・バシットトラウトの先制ツーランに続いて打席に入った初回はフルカウントから外角低めのシンカーを自信を持って見送るも球審はストライクのコールで見逃し三振 3回ワンアウトランナーなしの第2打席は外角低めのチェンジアップを見逃し三振だったバットが快音を響かせたのは3打席目だっただが5回の第3打席は初球の内角低め70マイル113キロのスローカーブを捉えライナーはライト前ヒットとなった2試合連続安打で開幕から7試合連続出塁とした今季ホーム初安打1塁上で 2年前に本塁打王と MVP を激しく争ったゲレーロジュニアと言葉を交わし大きな笑みを浮かべた試合を中継する地元放送局バリースポーツウエストの解説者マーク・グビザ氏はこの一打を予言していた打席に入るとグビザ氏は大谷はここまでバシッとに苦しんでいますそのためこの打席は早いカウントから打って出ると見ますね初球からスイングする準備ができているはずですとコメント その直後に快音を響かせた。グビザ氏はバシットはアスレチックス時代の数年前大谷のことを非現実的なスイングをすると大いに褒めていたのを覚えていますと好敵主とのエピソードを紹介していたエンゼル・スタジアムの興奮が最高潮に達したのは3対4の8回戦闘だったマウンドは3番手のエリックス・ワンソンカウント2ボール2ストライクからの8球目。 外角スプリットをバットに乗せて振り切ると101.6マイル約163.5キロのライナーは右翼ポール際のフェンスを直撃あと少しで作越だった大谷は二塁ベース上で右腕を突き上げてベンチを鼓舞したしかし後続が凡退ホームを踏むことはできなかったマルチ安打は今季2度目だ野球のデータを収集しているベサイトコーディファイは公式 Twitter を更新 インパクトの瞬間を収めた動画とともにこのスイングで大谷はライトフェンス直撃のヒットを打てると絶賛さらに米メディアジアスレチックなどに寄稿しているブレント・マグワイア記者も翔平大谷はあんなスイングで同点ホームランを打つところだった彼は超人のような強さを持っているんだと図抜けた身体能力を褒めちぎったバリースポーツウエストのグビザ氏も同点まであと少しというところでしたと言いロケット スプリットを打ちましたと驚きを表現体が泳いでいましたがそれでもあそこまで強く遠くに飛ばせるそれが彼の力強さですトラウトは1回2号先制ツーラン大谷は4打数2安打そして WBC のメキシコ戦で侍ジャパンを苦しめた先発のパトリック・サンドバルは6イニングを1失点と好投 それなのにトラウトと大谷以外の面々は22打数ノーヒット7回に3番手ジミー・ハーゲットがビシェットに逆転スリーランを浴び3対4で逆転負けを喫した打線も大谷は2安打するも4番レンフロー5番ラム6番デュルーリーが揃ってノーヒット不安定な中継ぎ陣と大谷の後を打つ打者の不発という昨季の弱点そのままの痛い敗戦となった主力打者の奮闘をナオエで潰してしまう結果となった エンゼルスはトラウトのホームランと大谷の2安打のみの3安打に封じ込まれた。今季も苦しいシーズンを強いられそうな気配が漂っている。カナダ放送局スポーツネットの中継でブルージェイズのジョン・シュナイダー監督は試合後の会見でトラウトと大谷以外のスタメンを21打数無安打に抑えたがそれが勝利の秘訣かと問われるとこう答えた。彼らはエリートな選手だ。エンゼルスにとって長い間ね。 彼らは慎重に舵取りしなければならないと大谷とトラウトを称賛スワンソンからどうやってあの二塁打を打ったのかよくわからないよ語り大谷の二塁打に理解不能といった様子で笑うしかなかったブルージェイズ地元のカナダラジオ局 SN59 は「信じてもらえないかもしれないが大谷とトラウトは仕事をした」そして「エンゼルスの敗戦において他の誰も仕事をしなかった」とツイートした 米データサービスオプタスタッツの公式ツイッターでは不名誉な記録を紹介しているエンゼルスは1962年5月6日のヤンキースのミッキー・マントルロジャー・マリス以来 MVP ペア翔平大谷とマイク・トラウトが長打を放つ一方で残りの打者がヒットなしに終わった初めての MLB の球団にまたこの逆転負けにホームのエンゼルスファンは大激怒だ球団公式ツイッターの投稿には ネビンはクビだ球団を売れ俺にブルペンを見せてくれ監督もだがミナシアン GM に問題がある今年もダメダメエンゼルス確定今年は違うと思っていたのにトラウトと大谷しかヒットを打っていないまたブルペンで負けたもう大谷とトラウトを自由に昨シーズンと同じ結果になるよ大谷を勝てるチームに移籍させろなどと敗戦から1時間で400件以上のコメントが寄せられ そののほとんどが怒りを表すものだった2番トラウト3番大谷というアメリカンリーグ MVP 受賞経験を持つ中軸が活躍する一方で代打を含め残りの出場打者8人は22打数ノーヒットに終わっていた孤軍奮闘状態でエンゼルス打線にとってはメジャー61年ぶりの不名誉記録となった。